明けぼの山公園は千葉県柏市伏せにある私立公園。敷地は明けぼの山公園と明けぼの山農業公園からなるが、前者は柏市公園緑星画、後者は農政画が管理している。明けぼの山公園は1995年に柏市政志向40周年を記念し建設、会場したもので、明けぼの山や庭園などを中心とした既存の あけぼの山公園と市民農園、果樹園などの野菜、果物の収穫体験などが楽しめるあけぼの山農業公園が一体となっている。桜が有名であり、春には花見客で賑わう。また、近隣の幼稚園、小中学校などの遠足でもしばしば使われる。あけぼの山公園入り口広さ約5.9ヘクタールのあけぼの山公園。 柏市内では、柏の葉公園等と並ぶ桜の名所であり、毎年4月上旬には、桜祭りが開催される。風車広場広さ約18ヘクタールの、曙の山農業公園。曙の山農業公園には、交流山東海寺が隣接している。千葉県内では、桜ふるさと公園と並ぶ、有数のチューリップの名所として有名であり、約15万本が植えられている。 毎年4月中旬には、チューリップフェスティバルが行われる。毎年10月中旬には、あけぼの山農業公園祭りが行われる。あけぼの山公園、あけぼの山農業公園柏市役所。w w w c i t y c a h i a l g j p 2019年7月1日閲覧。ab、あけぼの山農業公園、あけぼの山公園、公園栄光。 公園へ移行、埼玉県と周辺の公園ガイド、2019年7月1日閲覧、ありがとうございます。